こんにちは、海の湖浜名ジェンヌの大久保結菜と高橋優希と溝垣杏奈です。はい、今日は初のキャニオニングを体験しに天竜の方にやってきました。すごいよね、景色がさ、うん、大自然ですね。広大で空気も美味しいところなんですが、うん、こちらクリークサウンドさんというところで、ここではキャニオニングの他にもカヌーとかカヤックとかいろいろ楽しむことができるみたいです。皆さん心の準備はいいですか？ OK です。じゃあ今日は初めてのメンバーということで頑張りましょう。はい、では行ってきます。行ってきます。行ってきます。かっこいいな。でも可愛いな。ちょっとほんと綺麗だよ。見えない、見えない、ガードレールしか見えない。もうこういった聖地を歩きますね。あの平らな道を歩くわけじゃないので、まあ、慎重に歩いてくださいっていうことに、まあ、最終的には着きます。見えないとこはちょっと下どうなってるのかなって足ちょっと伸ばして入れて探って足ついの具合を確認して歩いてる。そうですか。あるんですけど、ね、ちょっと揺れちゃう。うちのダイヤルになってる。見えてちゃう。ガッてやるとここにロープがもう一本あります。もう一本あるのでこれに持ち替えて、ここもこういう感じで。
全部3人の様子、動きどうでした？最初はね、大丈夫かなと思いましたけどね。思いましたけど、なんか勘違いして来てる人もいたみたいだから。本格的な感じ。この川じゃないんだよね。上にあるので、なんか途中からね、楽しんでるなっていうのがね、分かって、こっちもね、嬉しい気持ちになりましたけどね。浜松、山も、有名な山はね、そんなないですけど、山もあり、川もあり、ね、海もあり、もう水田豊かなとこなので、いろいろな遊びができると思います。その一つでキャニオニングっていうのをね、今日楽しんでもらったんですけど、まだうちの方にはいろいろなコースもありますんでね、楽しんでもらえればいいかなと思っています。キャニオニング楽しかったね。楽しかった。せっかく天竜の方に来たので、今こうやってちょっと車を止めて川を眺めてるんですけれども、掃除ていいね。今日すごくこう天然のパワーを浴びた感じがします。なんか体張ってるなと思って本当尊敬しました。初めての活動がキャニオニングってやっぱりちょっと辛かったかな。なのでぜひまたアンナちゃんもいろんな活動を通して、ね、浜松の魅力一緒に伝えていきましょう。はい、お願いします。皆さん次回も楽しみに。